ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ご紹介させていただくお車がこちら、2016年式 AMG GTS、はいはい、130年記念、はい、アニバーサリーエディションですね、はいはい、こちらのお車になります、はいはい、覚えましたと、はい、覚えました、はい、そしてで今回のお車はこちらボンドグループで、まあ、カスタマイズさせていただいたお車ではないんですけれども、まあ、買取させていただいて、はい、そうですね、商品車として、展示させていただいているお車になります。はい、はい、でちょっと僕 AMG GT の知識がなさすぎて、ちょっと前に、はい、AMG GT R Pro っていうのを紹介したんですけど、はいはい、ただの紹介じゃなくて、見るっていう動画になっちゃったんで、あ、そうなんですか、はい、ちょっと今回は小島さんにいろいろ教えてもらうっていう、はい、そういう動画でございます。とんでもないです、はい、まあ、まあまあ見るから2位なんですけど、はい、まあ、130周年ってまああの車がデビューして、まあ、諸説あると思うんですけど、はい、あのデビューしてから130年ということで記念して、まあ限定、特別限定車というので、はい、ちょっといろんなところが特別になってますね、まあ、特別になってますね、まあ、特別な車なんですけど、さらにその特別な部分を今回また別に変えちゃってるっていうところも、はい、カスタマイズ結構してますよね、はいはい、あるのでそういったところも紹介させていただきながらというところになります、はい、でまず、まあその130周年記念って、3つ種類があるんですよ、色がボディカラーが、はいはいはい、ホワイトと黒とシルバーかな、はいはい、があるんですけど、今回はこのホワイトというか、ダイヤモンドホワイトでしょうか、ですね、はい、はい、なります。めちゃくちゃ綺麗な、はい、まあ、定番といえば定番ですけど、はい、すごく綺麗な、はい、まあ、見てくれるも GT はすごいあれですよね、はい、でまあ、フロントバンパーなんですけど、はい、これは本来だったらちょっと違うバンパーなんですけど、はい、まあ、今回そのメーカーバルドさんのすごい迫力の迫力ですね、はい、押しの強いバンパーになってますね、はいはい、が一応装備されております。なるほど。でどうしましょう、横からこう、はい、バンパーはこれグリルはこれ純正を移植して、そうですね、はい、まあ、この辺が全部変わってるんですよね。そうですね、はい、でこのフィンも、はい、あの130周年記念の、まあ、アニバーサリーエディションのやつも変わってるんですけど、はい、またこれも多分カーボンのバルドさんの、はいはい、やつが入ってると思いますね。なるほど、はい、まあ、結構 GT で、はい、バルドのエンジェラロついてる人って結構いらっしゃるんですね。あ、割と人気みたいですね。割と人気なんですね、はいはい、なるほど。で結構バルドってあの価格が、まあ、安いってイメージちょっとないですか。あの僕らだと多分マンソリーとかはい、はい、そういうのでちょっとおかしくなっちゃってますけど、はい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 、比較的あれなんですけど、でも、まあ、そういうのに比べるとちょっと、うん、はい、お値段お求めやすいんですけど、 でも GT のこのキットは結構、まあ、そこそこいい金額は、はい、そうですね、うん、するので、はい、まあ、そういうところも、はい、まあまあ一つのあれだと思いますね。でホイールが、はい、出ました、 BBS、 BBS、はい、しかもこれ超ジュラルミンかなんかの、はいはい、すごく高いやつですよね、はい、これは詳しいんじゃないですか。あのこれはさすがにミニ時代あの触ることもなかったんで、はい、すごい軽い、すごい軽いはずです、はい、まあ、ジュラルミンのジュラだかデュラだか、ごめんなさい、ちょっと読み方、はい、正確な読み方わかんないですけど、はいはい、BBS の中でもトップグレードのやつです、はいはい、本当に軽いです、はいはい、もうえぐりがすごいですもんね、だってそうです、ね、側面までこうえぐってありますからね、はいはい、これサイズは20インチですかね。20ですね、はい、なるほど。そしてブレーキもすごいですねこれ、はい、まあ、でも MG 純正ですからね、はい、純正で2ピースじゃないですか、はいはい、それローター圏もめちゃくちゃ大きいし、はいはい、キャリパーは定番の AMG の6スポット、はいはい、こちらが付いている感じですね。で車高もですね、はい、カーベイの方で、あ、カーベイ入ってるんですね、はい、入ってます、落としてますんで、じゃあ多少はこう調整したりとかっていうのはできるようになってると、はいはい、で、はい、横のこのヤロも、はい、まあ、バルドの、ね、あ、サイドスカートも、はい、バルドさんのエアロが付いてる、はい、ですね、これもすごいですね、立体感があって、はい、真ん中カーボンになってますね、はい、すごいここがえぐられてる感じで、ね、はい、だからパッと見、ね、サイドスカートってやっぱりまあ変えられない方いらっしゃるんですけど、はい、まあ、こういうのもまでしっかり変えているので、あの統一感はあると思います。なるほど、はい、じゃあ後ろに後ろいっちゃいますよ。いやミラーもすごいなと思って、これ、あ、この形ね、はい、この形他にないじゃないですか、はいはい、こっから先は割とこう AMG のこう定番のカニ、はい、カニっていうんでしょうっけ、はいはい、ですけどこの付け根がすごいなと思って、ね、はい、まあ、基本やっぱりベースがスーパーカーですかね、はい、スーパーカーなんですか。位置づけではスーパーカーだと思いますよ。あ、そうなんですか、はい、なんか僕いろいろ調べたところだと、はい、もう本当にピュアスポーツ、はいはいはい、まあ、なんかいろいろ見たんですけどポルシェの911シリーズとこう、うん、対抗馬みたいな、まあまあそうですけどね、なんか僕それまで全然知らなかったんで、うん、普通にラグジュアリークーペか、なんかそんな感じかなと思ったら全然違う、もう本当に、はい、生粋のなんかそうですスポーツする車なんですね、はいはい、
でも本当にそのねアルミのボディになってます、はいはい、軽いですし、めちゃくちゃ軽いんですよね、それも軽いです、はい、だから1600キロちょっとぐらいしかないんですよね、はい、だからそういったところも、はい、だからまあラグジュアリーというよりもやっぱり乗り心地も乗り味もそうですけど、やっぱスポーツカーですね、はい、スポーツカーなんですね、スポーツカーです、はい、だからサイズも割とちっちゃいんですよね、そうですね、はい、まあ、幅が広いので大きく見えますけど、はい、サイズ的にも911シリーズと同じぐらいなんですよね、はいはい、でちょっと幅と低さがあるんで、はい、まあ、すごく車が大きく見えるんですけど、意外に車がちっちゃいっていう、ちっちゃい、見てもらうと横からこう見てもらうと、その先に話したとポジション、シートポジションの位置すごいですよね、もう本当にロングノーズショートデッキの地で行く、はいはい、そうですね、はい、ザ・スポーツカーっていう感じ、はい、っていう感じだと思います、じゃあこちら、はい、ね、ちょっと余談になっちゃいましたけどね、はい、で後ろの方も、はい、あ後ろも、はい、バルゾさんのエアロがついてると、はい、後ろもすごいですねこれ造形が、 GT って本来その、はい、なんていうか自動で上がるウィングなんですけど、はいはい、これ固定式の、これは なるほど、アニバーサリーエディションの、はい、そうですね、スポイラーがついてると、はい、ついてます、はい、じゃあ上がったり下がったりはしなくて、もう固定のがついてるってことですね、はい、なるほど、結構その限定車エディション1とかもそうだったんですけど、はい、これもエディションはあるんですよ、あそうなんですか、はい、あったんです、はい、まあ、こういう固定式ののが付けられることが多いですね、はい、限定車は、あなるほど、こんな外観、あ、はい、で GTS の、はいはい、で僕もう全く知識がなかったんで、はい、GT、GTS、GTR の違い、はい、全く分からなかったんですけど、はい、 そうですか、はい、それもポルシェに当てはめると割と分かりやすいです、はいはい、まあ、そうですね、それだと分かりやすい、彼らと彼ら S と GT3 みたいな、上に行くにつれてちょっとこうスポーツ色が強くなってパワーもちょっと出てくると、うん、出てくる感じですね、はい、でちょうど中間ぐらいですね、はい、なるほど、の位置づけになりますね、テールもこの横の長さが半端じゃないですね、はい、真ん中これベンツではこれが初めてなのかな、はい、流れるウインカーと、あ、そうなんですか、そうですね、はい、まあ、あとちょっとこの辺も、ね、見ていけない、ちょっとトーカロイもじゃあ後で見てみましょう、はい、はい、マフラーはもう AMG のパフォーマンスのエディション、マフラーが入っているので、はい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 、これで、まあ、変えられる方ももちろんいらっしゃいますけど、はい、もう十分迫力のあるサウンドが出せると思います、これはじゃあバンパーにこのカッターがついてて中に本当のマフラーがいる感じですね、そうですね、はい、なるほど、あ、いや、まあ今の流れですよね、カッターがあって中にマフラーがいる感じですね、なるほど、いやすごいこのバンパーの造形がディフューザー形状で、はい、なるほど、こういったね塗り分け黒、はい、でホワイトとこういうところのとこもいいですよね、迫力まとまりいいですよ ね、 まとまりですよね、白黒カーボンで、はいはい、もう車のなんかスタイリングがすごくいいです、はい、いいですよね、最近こうないじゃないですか、あんまりロングノーズショートデッキみたいなのって、はいはいはい、そうですね、はい、なんかもうそれをもう地でいくこの、はい、スタイリングめちゃくちゃかっこいいです、じゃあ内装いっちゃいますか、内装早速いっちゃいますか、はい、はいはい、続いてちょっと内装を見てみたいと思います、はい、内装は外装とちょっとまたガラッとイメージが変わって、はい、はい、すごい豪華な、わすごい、はい、白黒の、白黒の、はい、はい、これはアニバーサリーエディション、これなかなか言いづらいアニバーサリーエディションの、はい、アニバーサリーエディション、はい、はい、のまあ2トーンの、はい、内装、はい、ホワイトの場合は黒白が、はい、このセットになってます、ああそうなんですね、ボディカラーとじゃあこれ、はい、セットになりますね、はい、なるほど、でドアから見ていくともう全部レザーですね、レザーです、フルレザーっていうのが、はい、特徴になりますね、なるほど、フルレザーと黒のウッドが、はい、今回そのアニバーサリーエディションの特典といいますか装備の内容になります、なるほど、あとはこのブルメスターのサウンドも一応、今回のアニバーサリーエディションでは標準でついてます、うん、 ね、あなるほど、はい、もうなんかビニールとかプラスチックな部分がほぼない、ないないです、はい、もう全部レザー、はい、レザーステッチみたいな、でこの辺もステッチが入ってたりとか、はいはい、ドアだけでも高級感がすごいです、ありますよね、はい、そしてシートはこれ以前ご紹介させていただいたエディション1と、はいはい、同じですね、はい、同じですね、はい、あれ結局レカロだったんですね、レカロですね、はい、はい、なんかちょっとシルエット的にそうかなと思ったんですけど、はいはい、でまあ基本的なその形というかは、はい、まあ、それと同じ共通のものになる、はい、でおしゃれですね、白黒でいいですよね、はい、そしてコンディションがいいです、すごい綺麗ですよね、はい、結構白いこうレザーとかって汚れやすかったりとか、はいはい、黄ばみやすかったりするんですけど、はいはい、なんかもう張りも、はい、すごいピカピカです、じゃあ早速いいですか、はい、はい、例のごとくじゃあまた乗っちゃいます、はい、よいしょ、意外や意外スカフプレートはこう今時な車みたいに光ったりしないんですね、そうですね、そこら辺多分な、はい、なんだろうな、ステンスかね、これ、はい、でもなんかかっこいい感じの、はい、はい、
でもこれもスポーツカーだからですかね、とも思いますね、光らせないのは、はいはい、そしてハンドルは D シェイプでアルカンターラのめちゃくちゃレーシーな、はい、はい、これ純正ですかっていうぐらい本当にレーシーなステアリングがついてます。センターマーキングも、センターマーキングはちょっとこうナッパレザーみたいなちょっと薄めのレザーで、はい、ついてます、はい、そして AMG といえばやっぱりこのちょっとこう高級感のあるスポークのステアリングですよね、はい、でこの辺一通りナビとかその辺コントロールするのがついてて、パドルがなんか継ぎ足されてますけど、そうですね、はい、パドルがすごく大きくなってるっていう、はい、カーボンの車外のパーツ、これちょっとどこのかごめんなさい分かんないですけどついてます、はい、そしてメーターもこれなんかめちゃくちゃレーシーですね。そうですね、カーボンのパネルにイエローのこのメモリがついてる、はいはい、そしてダッシュも全部レザ ー、すごいですねこれ、ステッチが入ってて、はい、だから本当に高級車とスポーツカーをこうちょっとこう合体した感じですね、合体した感じですね、はい、すごい。そしてこの辺のセンターのパネルもなんかもう全部ピアノブラックで4連の吹き出し、はい、そしてエアコン周りとドリンクホルダーですか、そうですね、ドリンクホルダーですね、はい、そしてメルセデスといえばこのコマンド、はい、これもうみんな共通で使いやすいですよ ね、はいはい、しかも今回の車左ハンドルなんで、まあ、利き手で操作できると、はいはい、そしてこの辺がトラクションコントロールとかその辺ですかね、はい、モード切り替えと、はい、トラクションコントロール、でもやっぱりそう、はい、デザイン的になんか今のデザインじゃない感じですけど、はいはい、でもこう懐かしさもあり、はい、なんていうんですかね、安心感もあるというか、なるほど、そういうデザイン、ね、ちょっとクラシカルな感じでもありますよね、はいはい、確かにこの丸を基調としたデザインと、はいはい、そしてすごいのがこのシフト、はいはい、シフトですね、はい、あと意外に結構皆さん知らないのが、はい、ここに CD 入るんですよ。あ、そうなんですか、そこ CD の入ります。最近 CD 入る車少なくなってますよね。今なくなってますね、はいはい、CD もしっかり入ると、はいはい、であとはこう、はい、ね、あ、エンボスが入って AMG のエンボスが、はいはいはい、で割と深めの、はいはい、でここに鍵が刺さる、これエマージェンシーのやつですね。そうですね、はい、基本的にはまあボタンでかけるんですけど、はい、キーの電池がなくなっちゃった時なんかはここでかける、はいはい、なるほど。で USB も 2K と、はい、あと SD カードが刺さると、はいはい、内装の高級感が本当にすごいです。この下もザッて全部レザーじゃないですかこれ。そうですね、はい、ここもでトランクがあったりサイドブレーキがあったり、まあ、基本的なスイッチ類はあれですかね、メルセデスの他のモデルと共通なんで、うん、まあ、使い勝手困っちゃうことはないです、使い勝手は困ることないですね、はい、あ、で助手席にドリンクホルダーも後付けですけどついてます。そうですね、純正のオプションも、はい、そしてピラー天井は全部アルカンターラっていう高級感がすごいです。あ、ハザードこんなとこついてるんですね。そうです、はい、でシートヒーターもここについてるんですか。そこについてますね。へー、ここにあったのをそのまま上に持ってきた感じが。そうですね、はいはい、でもデザイン的にねちょっとここら辺にはいけるかなと思います、はい、まあ、なるほど。でこれ装備的にはどうなんですかこれ、まあ、メルセデスですから一通りのものは安全装備とかですか。はい、あ、もう一通りついてます、ね、自動ブレーキとか前走車、はい、追従式のこのクルーズコントロールとか、はい、もう必要なものはもう全部ついてるいてます、ね、はいはい、ちょっとオンにしてみていいでしょうか。どうぞどうぞ、はい、わ、いやメーターかっこいいっすねこれ、最初のオープニングといい、はい、こんな感じです。で今やっぱり デジタルメーターがね主流になってますけど、はい、こういうメーターもやっぱりいいですよね、はい、この辺は本当に定番の使い勝手も同じ感じですね。こっちでここで、はい、あ、これでできるんですよ。ここで見てもらえる、はい、メディアでしたり、はい、電話だったり車両だったり、なるほど、エアコンとか、はい、はい、即位しました。これベンチレーションはついてないんですか。ついてないですね、ベンチレーション、はい、で今回の車は地デジも後付けでなんとついてるんですよね。いや、純正でついてます。あ、純正なんですかこれ。純正です、あの後付けなんですよ GT って全部、はいはい、あのここの中に入らないんです。なるほど、はい、全部純正であっても車外のものがついてる感じですね、はい、まあ、車両設定とかはまあ、うん、なんかいろいろできるんですか。いや、そんなに今の車に比べるとそこら辺はできないですね、うん、まあでもあのなんていうか基本的なものはできるので。シートベルト調節じゃないですか。え、あのシートベルトした瞬間にグッとなる。あ、クイックイってやる。クイックイってやる。なるほど。でシートも
以前ご視聴。ちょっとこれでもシートこれ調整するここ狭いっすね。そこはねちょっとね、はい、手がねなかなか僕のドラえもんみたいな手じゃ入らないです。はい、まあまあでもなんとかこうで一応メモリーなんかもついてて細かく調整もできると、はい、まあこの辺は致し方ないかなって感じですね。はい、で意外や意外フロントのスピーカーこの足元についてるんですね。普通大体ドアなんですけど、まあこれは形状的なものでしょうか。はい、でも音質的には多分ドアについてるよりかもこのボディについてた方が共鳴しないんで、はい、スピーカーシートのそういうところなんかもやっぱりスポーツカーなんでいろんなシートに対応できるようにう、ね、やっぱりなるほど、そういうセンターのコンソールのところには使ったりとかしないで、はい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 、こっちにつけたりとか、はい、こっちにつけたりしないで、はい、シートにちゃんとついてるっていう、はい、スピーカーいいなこの足元のいいっすよね。フェラーリとかもそうだもんね。あそうですね、うん、はい、なるほど。いや中の高級感がすごいですよ。そして後ろほぼリクライニングできないんですねこれ。やっぱりやってみてください。あ、ちゃんと前に出ながらリクライニングするんじゃないですか。あ、限界ですここ。限界ですね、うん、あ、まあまあじゃあ結構リクライニングいけますね。仮眠ぐらいはね。そうですね、助手席の方がちょっと仮眠するぐらいはいけるかもしれないです。ちょっとドライバーだと足元がこれ狭くなっちゃうんであんまり使えないかもしれないですけど、中はでも全然あの正直広くはないですけど幅があるんで圧迫感はないです、うん、はい、実際乗ってて運転してみるとねそんなには、はい、すごい感じないと思います、はい、そして後ろがこうトランクがつながってるじゃないですか、はい、だから余計なんか圧迫感ないですよ、うんうん、いやいいですいいです、かなりいい感じです、はい、じゃあトランク一応、はい、大きさいきましょうか。あ、これか、はい、カメラマンに押してもらうっていう、はい、これ一応あれこれでも開くんだよね、はい、鍵だけは。あ、そうなんですか。足はね、あのこの状態までは、まあ、これはもちろん手動になります。さすがにこれ電動だったらびっくりしますけど、電動だったらね、どんだけ軽くしてんのに、はい、スポーツカーですからそこ、はいはい、そしてトランク、小島さんおすすめポイントは。おすすめポイント、はい、なんとトランクにもウーファーについてますね、はい、ウーファーがついてるという、はいはい、これこっち側だけついて、サブウーファーですかね、はい、はい、ついてますね、まあ、結構トランクにウーファーついてるのもあるんですけど、車種も、はいはい、あのオプションのスピーカーの場合は、はいはい、結構そのサウンドもちゃんとしたのついてます。なるほど。大体でもこのトランクの下とかじゃないですか。下、はい、いや、え、下なのかな。開けるとついてる。ああ、まあそう、場所的にね、はい、やっぱりそうですね、はい、意外や意外ここについてるっていう、はい、そしてそういう、そういう収納はないんですね、下とか、はい、ない、ないでしょう。一切ないんですね。ないです。なるほど。で、このスクリーンがバルバ出てくる。でターバーもこれ純正でこのターバーですからね。そうですね。すごいですよね、はい、そしてトランクは割と容量ありますね。じゃあいつもの、はい、これは何ですか。あ、これネットですね。ネットです。なるほど。ここにつけるか。はい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 、なるほど。でゴルフバッグを入れてみると、ちょっとでもいい、こんな感じで見える方は。あ、ちょっときついっすね。あれですよね。そうっすね。もうその先っぽクラブまで考えるとちょっときついっすね。そうですね、はい、まあ、ちょっと裸で詰めば打ちっぱなしとかは全然いけると思いますけど、はい、ちょっとドライバーっすか。ドライバー、じゃあ標準的な長さの。ああ、いや、いや、これを違う違う違う、はい、これを先に、はい、あ、先にそっちを逃がしてですか。逃がすば。ああ、なるほど。じゃあ要工夫っていうことで、はい、これでもいけると思いますよ。いや、もうでも潰れちゃってますねバッグが。そうですね、はい、だからまあ要工夫ですね、うん、ちょっと。でも一応一つはまあなんとなく、まあ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 、そうですね、入ります。ちょっと2人で快適にゴルフに行く車っていう感じではないですね、はい、そうですね、ちょっと1人でもちょっと要工夫な感じで、はい、まあでもそこはスポーツカーですから。ああ、なるほど、なるほど。じゃあおすすめは、まあ、これでいけるのかな。でもこれだとちょっとね。そうですね。そしてここが潰れる範囲もちょっと、うん、いや、ここはある程度しょうがないんじゃないの。まあまあ、まあ、まあそれはちょっとね、使ってる方の、まあ、おすすめはじゃあ打ちっぱなしまでっていうことで、はい、いや、そんな裸で全然いけるよ。いけます、いけます。まあでもそこは本当911シリーズでも、でもゴルフバッグ積む方いらっしゃるんですよね、はいはい、いや、もう皆さんいろいろ工夫されたりとか、はい、考えてらっしゃるんで大丈夫です。それはじゃ あの乗られる方次第ということで、はい、そうです、はい、まあ、頑張ればいけるかもしれないっていう。頑張らなくていけます。頑張らなくていけます。いけます、はいはい、そんな車です。です、はい、
よいしょ。うわ、すごい、すごいっすね、これ。M、178でしたっけ、はいはい、C63 とかと同じエンジンですよね。そうですね、はい、系統は、はい、C63 のは177かな、はい、同じですね、けど系統的には同じエンジン、はいはい、で馬力は、480、500だ、510、はい、460は普通の GT ですね、はいはい、で GTS なんで、はい、510馬力ですね、はい、10馬力出てて、すごい、もうなんかもう完全にフロントの車軸の後ろに乗っかっちゃってますね。乗ってますね、はい、だからエンジンの前からこうバンバンがここまであるっていう。そうですね、はい、この下何なのって感じ、何もないの、エアクリとあれじゃないですか、あと補強が通ってますよ、ここ補強がね、はい、いや本当にスポーツカーですね。スポーツカーです、はい、だここには本来 ない感じなくて、ここにエンジンが積んでる感じです、はい、で、あとまあポイントがこうバッテリーですね、はい、意外や意外、前にバッテリー、ね、前にあるんですけど、はい、軽いんですけど、はい、高いバッテリーですよ、これ何でしたっけ、何だっけ、リチウムイオン、そう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 、はい、ゼロが1個違いますみたいな、そうです、はい、普通のバッテリーと、でも軽いんですよ、だから、はい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 、軽いんですけど、やっぱりそこは、はい、これに関してもそのバッテリー、やっぱりその都内とかでも、はい、機械式入れちゃうとアラーム鳴っちゃうんで、あ、なるほど、それはちょっと気をつけないとバッテリー上がらしちゃう、はいはい、あ、なるほど、アラーム切れますよね、でも切れますよ、はい、切れますけど、まあ、ついつい忘れてね、はい、やりっぱなしになっちゃって余計に電気を移っちゃうと、はいはい、普段ね、あの機械式使ってる人はいいですけど、はいはいはい、ちょっと行った先だけで機械式の方っていうのは結構忘れがちです、忘れがちなんで、それも気をつけていただくか、これ本当すごいっすね、なんか補強とかもわけわかんないことになってますよ、だってここのメカニック的にちょっとこう、はい、こことここをこのアルミのこのバーでつなぐっていう、はい、まあでもこれだけノーズが長いとそういう補強がもしかしたら必要かもしれないです、ね、いやでも必要でしょ、これだけやってね、はい、ロールしたりなんなりとかってもちろんあるだろうから、はいはい、だいたいこうターバーとか定番ですけど、はいはいはい、もうそうじゃなくてこことここをつなぐっていう、しかもこのぶっといアルミのバーで、いやすごい、本当にスポーツか、入れらんないよね、ターバーどうなんですかね、まあ、入れるまでもないんじゃないですか、うん、中のここだって ここがすごいもんね、すごいです、このちょっと奥から見るとね、これスペック的にもすごいんですよね、だって0104秒全然かかない、 3.8 秒ぐらいじゃないですか、大したっけ、はい、だからいわゆるもう スーパーカーと並んで走っていくみたいな、そうです、はい、そのぐらいのパフォーマンスがあるんですよね、はい、いやすごい車これ、はい、続いてちょっとマフラーの音を聞いてみたいと思います、お願いします、続いてトーカーを見てみたいと思います、これが今スモールの状態ですかね、オートライトでスモールがついている状態、あ、スモールじゃない、あ、スモールですか、オートライトでスモールがついている状態、はい、でこれがロービームですね、ハイビームいけますか、はい、ハイビーム下の3連が LED が光る感じですね、はい、でウインカーはそれぞれ上の部分が光る感じです、で当然フォグランプはないと、続いてリアも見てみたいと思います、リアはちょうど2段がこうスモールで光る感じですね、あ、ウインカーやっぱりこう流れる、はい、この LED のこの出っ張りが一つずつ流れる感じです、でブレーキはそのまま明るくなるのとハイマウントですね、でバックはこのエアロのこのディフューザーの上が両サイド光ります、バックフォグお願いします、バックフォグはこの真ん中ですね、光る感じです、ありがとうございます、分かんないけどなんか他の63シリーズよりもなんかもう本当にスポーティーなサウンドになってますよね、うん、ドロドロが、はい、結構他の車種もそうだけどやっぱり短いと音が
違うよね、全然。あ、まあ、マフラーのレイアウトが違うから当然なんか違うんでしょうね、なんかすごくレーシーな、うん、はい、このまま本当に車検通るんですかっていうぐらい、はい、まあ、これが一応純正で、はい、純正でついてます。マフラーのバルブ、はい、あの開け閉めもついてて、はい、マフラーも当然ノーマルっていう、はい、いやすごいっすね。じゃあ小島さん、はい、市場に今回も行きましょうか、はい、すごく楽しみなんですけど、個人的に。そうですね、またまた楽しい、はい、時間が始まります、はい、ちょっと一周回っていきたいと思います。はい、行きましょう。行きます。はい、前がね、長い、この前長い感がやばいですね。でも一通りこのついてるじゃないですか、センサーが。まあ、センサーはね、はい、ついてますからあれですけど、まあ、最初は感覚がそうですね、ちょっと慣れないと、慣れてもらう感じです、はい、でもまあだいたい、でも他にないじゃないですか、こんなにド定番なロングノーズショートデッキの車って、はい、あ、でも小島さん、そっか、 Z4 ちょっとまあまあ、ね、車のシルエット的には近いから、近い、大人と子供ぐらいの差はあるけど僕みたいにずっとミニに乗ってましたとかって言うとちょっとこの感覚つかむのにあれですけど、いやでも全然大丈夫ですよ。今回も3密状態なんで、はい、マスクして、そうですね、ちょっとマスク着用で、はいはい、3密じゃないか、密じゃない、ちょっと集まってはないですけどね、はい、よし、じゃあいつも試乗コースで、すごい、なんかこう僕そんな合成語れるほど知識も技術もスキルもないですけど、うん、なんかこの塊感すごいですよね、この車の、うん、なんかこう見ると、はい、ちょっとなんか映画館のスクリーンみたいじゃないですか。あすごいワイド、うん、ワイドな感じで、はい、これ中高級感すごいですよね、うん、本当に。でもでこの車でアイドリングスープがついてるというの、みんな結構外しちゃいますけどね、うん、でマフラー開け閉め、はいはい、でここで画面で、はい、あの変わるようにこういう、はい、はい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 、まあ、とりあえずコンフォートからまず始めていきたいと思います、はい、いやミラーいいなこれ、ミラーとこのボンネットの長さがこう、うん、このボンネットのダクトと、うん、いいですよね。こういうミラーだとどうしてもちょっとミラーが下にデザイン的にいっちゃう車が多いですけど、まあ、視認性もいいですしね、はい、これしっかりと上に上がってるんで、はい、わ、すごい塊感が本当すごいっす、はい、わ、乗り心地は正直スポーツカーです、スポーツカーですね、はい、でもカーベー入ってるんで、はい、不快な感じでももちろんないですけど、うん、全然ないですね、はい、なんかもうスポーツしてる車乗ってんなって感じですね、うん、どうですか、すごい後ろのこの視界的にはどうなんですか、後ろの視界的には、いや全然ミラーも大丈夫です、割と見える方ですかね、見やすいと思いますね、うん、ウィング分ちょっと下がこう隠れちゃうんですけど、いやでもそんなに全然、うん、大丈夫ですね、ちょっと後続車なんかは、はい、バッチリ見える感じです、こういう、あ、ちょっと見えづらいかな、はいはいはい、はい、感じで、あ、まあ必要にして十分ぐらいの十分ですね、はい、視認性は、で、あとあのあそこのミラーのところにもあるけど、あのあれがサポートがついてる、はい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 、ブラインドスポットですね、ブラインドスポットがありますから大丈夫です。なんでしょう、このフロントガラス上下は全然ないのに幅がものすごくあるじゃないですか、はいはいはい、だからまず運転席までが遠い、はい、遠いけど圧迫感がだからないっす、なんかすごく屋根が低い車乗ってんなって感じはするっすけど、うん、でもそんなにあれだよね、はい、閉じ込められてる感はないっす、うん、じゃあちょっとここからスポーツに変えましょうか、はい、モード切り替えを、はい、ポチッ、はい、スポーツプラス、スポーツプラスで、はい、マフラーモードちょっと変わった感じで、これちょっと高速に乗りたいっすね、シートやっぱり固めですよね、そうですね、でもあの調整ちょっとできたり、あの、はい、できるので、この辺は硬さは調整できませんけど、はい、ホールド感だったりそういうのは、はい、ここでできると好みで合わせてもらって、はい、なるほど、うわこれはあの前回の C63 同様、はい、このシートが必要です、必要ですか、はい、うわこれちょっと絶対楽しいですよ、はい、ちょっとこう走るところ行ったら、いやもうほんとスポーツカーですよね、スポーツカーですよね本当に、は
足はまあまあ硬いです。ただ、さすがちょっとぴょんぴょん飛び跳ねる感じではなく、うん、こうしっかりした足の車乗ってるなって感じです。なんかでもその、うん、独特のトルクでこう押される感じってよりこうなんか、うん、本当に中間な感じしません？なんか、うん、引っ張られてるようで押し出されてるっていうか、うん、本当になんか車の中心にいる感じがして、そうですね、スポーティーな感じだと思います。すごい、これはいいですよ。いいです。ハンドリングも結構クイックダイレクトに、でシフトもダイレクトに入ります。いやいいですね。パドルで、パドルで、いやちょっとこれ普通に多分流すだけでも相当楽しいですよ。運転楽しくなる系の車ですねこれ。エアコンこんな感じで、はい、あもちろん別々に、はい、はい、そして向きも、はい、別々に、はい、だからまあ何ですか、普通のコンフォートで行くと、はい、まあちょっと言うとまあ何て言ったんですかね、 S とか、はい、S までいかないですかね、はい、C クラスの感じを普通に乗れるぐらいな、はい、ゆったり感はないですけど、はい、乗れる感じで、で S に変えると、はい、まあ、またモンスターに表現するという感じで。実際乗っているのは両方を体感できる車だと思いますよね。馬力的に今510馬力ってそんなにこう突き抜けた馬力ではないですけど、もう車重がとにかく軽いんで、ウェイトレシオで言ったらとんでもない数字とんでもない数字を叩き出してますからね。でもそれ0-100で分かるように、もう4秒切る車って本当にスーパーカーですからね。それがこの車でっていう。内装このフルレザー、天井ピラーアルカンの車がそのスピードで走っていくっていう、はい、ある意味、はい、非現実な、そうですね、体感ができる。いやこれラグジュアリークーペじゃやっぱりなかったですけど、うん、本当にでもあの贅沢ですよ。そうです、はい、贅沢スポーツカーですこれ、うん、はい、だからね SLS の後継でしたっけ、あって言われてますよね、うん、が、まあ、ある程度価格を抑えて、はい、まあ、なおかつ乗りやすく、はいはいはい、部分も、はい、ね、ガルウィングじゃなかったりそういうのもありますけど、そういうのも兼ね揃えて、はい、まあ、いろんな人に乗っていただけるスポーツカー、はい、スーパーカーになったって感じですよね。すごい、すごいなこれ。まあね、乗り心地はお世辞にもそのラグジュアリーではないですけど、そうですね、はい、スポーツカーです。スポーツカーです、はい、今日何回言ったんでしょうスポーツカーって、はいはい、いやでもいいっすよ、はい、これはこれはいい。スポーツしたいです。スポーツしたい、はい、そんなスキルもないですけど、いやいやスポーツしたくなりますこれは。じゃあそんな形で、はい、短い時間でしたけど、はい、いやもう一周回るだけでめちゃくちゃ楽しいですよ、はい、これ、はい、高速でちょっとゼロ100体感したいですね料金所ダッシュを、料金所ダッシュ、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより AMG GT 130周年アニバーサリーエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。